こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールドライブ国際プロレス編、ライブ配信始めていこうと思います。1981年4月から5月のビッグチャレンジシリーズ、今回が2回目です。チャット欄ぜひご覧ください。Twitch、今回配信している Twitch のチャンネル、YouTube のチャンネル、そして、旧 TwitterX で持っているアカウントを表示されております。ぜひ、これらご覧ください。ぜひチャンネル登録、アカウントフォローなどよろしくお願いします。では、こちらこちらですね、1981年4月22日、宮崎県三股町っていいのかな、三股町なのか、こちらですね、都の城っていう、まあ、宮崎県西にあるところの国なんですが、そのベッドタウンみたいな感じですね。マイティ井上で今宮崎県に住んでるんですよね。そういうわけで宮崎思い出の地です。ひょっとしたら宮崎旅行行くかもしれません。私知れません、夏に。さて、大日本、あ、はいはいはい、国際はどこだ、あった、マイティ井上、相手はカルロスプラタ、となっております。では早速行ってみますか。身長は高いけど、そんなにでかくない。でかく、こんな体型じゃなかったような気が。さあ、このシリーズですね。アシュラ・ハラが、凱旋帰国、してきました。地上波を失った国際プロレスですが、原の頑張りに地域エースとして、かけることになります。原のアップセットがなんか始まる感じなんですよね。ちなみに原はスティーブ・オルソノスキー外国人レスラー2番手と戦って、後楽園ホール18日でいきなり勝利しております。19日が、ホセ・ルイス・メンディエタ、ね、これ順当勝ち。21日に長崎市大会があって、こちらはですね、フリーダ団戦ですね。
ただこちらは、テリー・ラザーの反則負けでした。あんまりクリーンな勝ちとは言えませんでしたね。スープレックス、さあスイングとホールドです。今回はですね、西日本を中心に、西日本の試合をお届けしたいと思います。この後西日本の東北へ行って、5月に入ったら北海道か旭川釧路で、また東北に下って茨城の矢田部っていうところに行って、で静岡富士、最後がまた後楽園ホールとなります。さあカバーに入るパート2、ワークブロー。さあこれでグランドヘッドロック、はい、クロスチョップ決まりました。カバーに入るカウント2を丸め込んだがロープウェイ。おっと数落とし、そして空中戦からダイビングボディープレス、これは鮮やか。カウント2で返します。え、あっとこれは何の技だったっけ、ジャベですね。飛んだが、これは避けた。カバーに入る。どうだ？返せるか？ 2.9。あ、危ない、マイティの上。バックドロップ、手振り鮮やかに決めていきます。おっとこれは厳しいが、
またバックドロップなった。さあこれはコーナーポストに登ります。ミサイルキック、いやなかなか空中戦になってますね。あっとレフェリースハルルに当たってしまう。これすいません、プラタ丸め込みますが、まだレフェリー倒れてますね。おっと首投げ、ようやくレフェリースハルル起き上がりました。さあこれでストマックブロー、カバーにはいかず、カウント2.2.9。 丸め込み合戦になりますね。おっとこれは、おっとジャベを返すが、これはロープブレイクですね。サイドスープレー、ちょっと疲れが溜まっている。ヒットバット、引き投げで投げる。マークドロップ、さあカバーに行く、どうする。おっと決まった、カウント2、サマーソードオープンは決まったんですが2で返されます。またも大技バックドロップ、決まりました。井上、プラタの前にやめました五輪スペシャルなのか。さあ次です。次はタッグマッチですね。さあ
これでどう？木村花組対エラニングオルソノスキー組ですね。ポールターナ45分一本勝負125。行ってみましょう。ではラッシャー木村アッシャー原対ポールエラリングスティーブオルソノスキーのタッグマッチ、これがこの会場のメインイベントとなります。ソンクラブ、ブルドッキングヘッドロック、オルソノスキーカバーに入る、あと2花がボストンクラブ。さあ権利は木村にあります。
ジャンピングパイルダイバー。障害線ヒントバットです。はい、ジャンピングパイルドライバー、ヘラリング、おっと、原のオクラホマスタンピート、外してしまった。さあ20分経過です。もうなく、そしておっと、体固めカウント2です。バックドロップ、やっとカバーに入る。さあこれ木村が助けに入る。3カウント入りました。勝利です。
ットマンラリアット鮮やかに決まりました。ですね、大分県日田市ですね、温泉のある町になります。鶴見五郎がカルロスプラタと相手します。シーツではプラタが勝利しております。開始です。鶴見五郎対カルロスプラタのシングルマッチ。4文字バックドロップ。マネコンダプラタ本当に上手い選手ですね、うん、おっとフェイスバスターだ。前に落とす、うん、あ噛みつき行為ダフに切り替えてきましてプラタから出血。スリーカウント強かったな。
急所パンチ、大会のこれがメインイベントとなっております。45分一本勝負です。じゃあ行きましょう。ラッシャー木村マイキー井上対ポールエアリングマイクミラーのタクマッチです。で丸め込んだ、おっと合体攻撃、合体パワーボーム、合体パイルドライバーか。
幼稚園貯めていく。これはエラリングがカット。何、串焼きサンドイッチやっと。でかい、あ、クラスじゃない、ミラーでかいな。カウントワン、ヒットバット、アクリップ。さあこれ井上から木村にタッチ、ダブルのブレーンバスター。さあリフトアップして投げる。さあ、バックブリーカーですね。エルボー叩き込む。タッチ。ベンバスター。ギロチンドロップは不発。カバーに入る。おっと、こっち行く。パンチ、パンチ。クロスショップ。お、バックドロップ。さあブルドッキングヒットロック。コブラツイスト、さっ決まった。うまく捉えました。前、出した木村、コブラツイストでマイクミラーを仕留め、シーツ通り木村井上組の勝利に終わりました。さあ続きましては4月24日、香川県小松市民文化センター大会ですね。まずは、アシュラハラマイクミラー戦から
行いたいと思います。シーツでは花が勝利しております。2回目の 海外武者修行から帰ってきて、果たして変わったのかどうか、行きましょう。アシュラ・ハラ対マイク・ミラーのシングルマッチです。2.9。どうだ ?2.9。2.9。これツイスト。さあ仕留められるか白原。ああ。カバーに入る。カウントツー。
なんかカバー行きまくってますね。コバラツイスト、どうだ？ラリアット。カバーにはいかない。おっと、ビハークだ。レハック厳しい腹耐えられるか、なんとか耐えた。おっと腹パイルドライバーだ。さあカバーに行くか、いや行かない。今度はコブラツイスト。さあお互い紙一重の戦い。あと乗車ダウン。2.9。お、落とした。カバーに行く。スリーカウント。はい、アシュラハラマイクミラーの前にやられました。寺西組対エラリング、カルロスプラタ組ですね。外国人も数揃っているように見えて、日本人の数が減ってるからカードも結構うまく組めてないっていうような感じがします。なんか同じようなカードが続きますね。もちろんあのサーキットするから観客にとってはその場所のみのカードなんでしょうけど、シリーズで見てしまうとなんか
まあ、トースポ読んでる人とか見るとまたかっていう感じはありますね。まあでも90年代の日ノ国プロレスもよくあったかな、そういうカード。似たような相手と対戦するような続けるようなカードって結構あったんで、ここら辺は不自然じゃないのかもしれませんが、国際に関してはその前のシーズンまでは結構かぶらない、いろいろまんべんなく対戦させてたんで、本場所のこのなんか似たような対戦カードはやっぱり特に日本人の層の薄さを感じさせてしまうってことですね。では行きましょう。マイティーのエテライシーサム組対ポール・エラリング・カルロス・プラタのタッグマッチです。塩の字
さあ13分を経過して、あと 2.9、 あと2、どうだ、3カウント入りまして、プラタが昨日よしとめましたね。ということで予定してた試合は終わりです。
はい、ということで、国際プロレス編はあっという間に終わってしまいましたが、
ないな、全日本。ジェームスがなんか赤になってる。じゃなくてファーステクスチャーか。パーツがなくなったらもう終わりなんじゃない？ほら、ここはもう消しましょう。
れでもこの大谷90年代って言ったような気がするんだけど、シングルウエストフラッグ、じゃあもうこれは
こう技がないケースがあるんだよな。となるともう残念ながらジェリコは作れないってことになる。そういうことあるからな。カイザーも削除。その見えない選手は減ったな。こう見ると試合だけランダムやって終わるか。ショーン・マイケルズとサナ・サタオというよくわからん組み合わせだ。あるな。
2.9。スリーカウントな。